この豪華な講師による指導のもと、キャッチボールやバッティングなどの野球やレクリエーションを体験していただくことに、参加者の皆さん同士の交流を楽しんでください。皆さんと一緒に走り回れるということと、今から楽しみにしています。Today is just have fun. 今日は皆さん短い時間なんですけども、野球で思い切り一緒に遊びたいなと思っています。お願いします。今日はバッティングエリアを担当させていただきます。みんなでサッカーを思い切ってやりたいと思いますので、よろしくお願いします。おはようございます。サッカーと申します。コミュニティ一緒に楽しんでいきましょう。元気よく強いボールを投げて、このボールをしっかりキャッチして、コミュニケーションをとって、一日元気に頑張りましょう。よろしくお願いします。
でみんなでなんかゲーム、この投げてこうやってパンツ、ベースボール5かな、そう、うん、それが楽しかった。野球教室楽しかった、あれ楽しかった、楽しかった。何が一番楽しかったの？あれ、はい、バッティング、そうそうそう、うん、キャッチボール。キャッチボール。We are happy to participate in this baseball baseball event. Yes, yes. I was able to make a new friend, and I like them too. 女性にとってやったら楽しいスポーツだと思うんですね。まだまだやってる人が少ないから、まあこういう運動をして。じゃあ私も野球やってみようかっていう女性が増えるようにと思ってやってます。今日はですね、非常に楽しかった、今日も楽しかったですね。今日は女の子たち限定ということの初めての取り組みでした。最初はどうなるかなと思って、僕も娘2人いるんですけど、やっぱり最初はこうよそよそしいですよね。でも中にある闘争心っていうのが素晴らしいんで、それが今日垣間見れました。女の子たちがどんどんまた野球をやってくれて、野球に興味持ってくれる、そうすることが非常に嬉しいですね。野球ってすごく男の子だけのスポーツではないので、これから女子も楽しんで、みんなで、野球を楽しめればなと思います。今日はでも楽しかったです。女の子もこれからどんどん野球をやりましょう。チチチチェアスト、キュインキュインです。はい、今日東京中華学校の方とドイツ学園の方と、あと成田市の小学校の皆さんがいらっしゃったんですけども、初めて会う子同士が一緒に野球をやってすごい楽しんでる様子がとても印象的で、初めての子たち同士でもこう話し合って、何歳とか、なんか野球やってるのとかっていう、こう会話がすごい聞こえてきてたので、なんかそれがすごく嬉しくて、なんかすごい楽しかったなって思いました。今回女の子だけみたいな形でやらせていただいて、ベースボール5で早球の正確性がみんなこう取ってバッて投げるっていうより、ちゃんと相手を狙って投げるっていうのがちょっと特徴的で、それで結構アウトが成立して楽しくすごいできてたので、盛り上がってたので、またそうですね、男女差もあるかもしれないですけど、女子だけでも結構ワイワイとゲームが成り立つぐらいできるんだなっていうのを実感しました。私今回初めてこのイベントに参加させていただいたんですけど、野球をやったことない人もやった子たちも、みんながなんか終わった後とかに、楽しかったっていう言葉を聞けて、すごい私も、やってよかったなって思いましたし、もっともっとみんなに野球を楽しんでもらえたらなと思いました。はい、私も今回初めて参加させていただいたんですけど、キャッチボールしててもですね、やっぱりお父さんとキャッチボールしたことあるよとか、やっぱり携わったことがあるっていう子がすごく多くてですね、でそこからやっぱこれから女子野球につながっていったらいいなってすごく感じたので、今回のきっかけに野球に携わってもらえたらなって思いました。